はい、ラブバイツベースの美穂です。ギターの宮子です。ボーカルあさみです。よろしくお願いします。お願いします。いやいや、あ、ジュダスプリストの T シャツだね。はい、もうついにこの間買ってきました。新しいやつ。はい、あらまあ武蔵野の森で武蔵野の森で買ってきた、はい、最後の S1 枚でした。最後の S1 枚、はい、はい、あ、そしてお帰りなさい皆さんね。はい、ありがとうございます。ヨーロッパからお帰りになって、はい、まだそんなに経っていませんけども、はい、はい、よく無事で帰ってきましたよ。はい、なんかもう無事でしたかね。君だよ君。無事生還しました。どうだったですか。いやもう本当にもちろんちょっと大変だった時もある感じでしたけど、楽しかったね。うん、楽しかったです。すごい貴重な経験になりました。あの本当に楽しかったなっていうのは、はい、ツイッターとか見ると分かってたみたいで、はい、柏倉さんなんかは、はい、美穂さんがヨーロッパツアー中毎日のようにビールを飲んでいたんですが、はい、あれはラブバイツビールを発売するための振りだったのでしょうか。なるほど、ラブバイツビール。ラブバイツビール、いいですね。だトゥルーパービールみたいな素敵な響き。素敵な素敵な響き。なんかホットビールとかなんか飲んでる写真ばっかだったね。はい、ご当地ビールを、ね、楽しかったです。ドイツうまいだ。ドイツは最高ですね。私実はドイツに初めて行くまでビールって飲めなかったんですよ。そうだ、美味しいと思ったことなくて、ハイボールばっかり飲んでた。あら、で去年のラブバイツのイギリス公演の時に、うん、帰りに私一人であのマノを行って、うん、ビール飲んだらなんて美味しいのってなって、うん、そこからビール糖になってしまったんですね。ってことはさ、何でもアルコール好きなんだよきっと。はい、もう今飲めないお酒ないです。それがすげーのかすごくねーのか分かんないけどね。はい、あの宮古さんヨーロッパどうでしたですか。もうね、うん、あの意外なところがすごい暑かったのがびっくりだった。あのフランスとか。フランス、フランスって今までもちろん行ったこともないし、うん、あのなんだろう、まあ、たまにツイッターとかフェイスブックとか、まあ、何でもインスタでもいいんですけど、たまに本当に一人二人こうフランスの方がコメント残してくれてるから、はい、いや本当に10人ぐらいしか来ないんじゃないかなってちょっと恐れてたとかあるんですけど、はい、まあまあいっぱい来てくれましたし、うん、あと一番盛り上がったって言ってもいいんじゃないかっていうぐらい、ね、うん、暑かった、ね、一緒に歌ってくれててびっくりでした、うん、よく歌詞知ってたね。そうなんですよね。なんか MV とかで、うん、あのまあちょっと見てくれてる方もいるかなってぐらいはこう、うん、他の国でもあったんですけど、あのその曲みたいなのとかでも大体一緒に歌ってくれてたり、聞いてくれてんだなと思ってすごい嬉しかったです。初日オランダだったでしょ、はいはい、オランダどうだったの。オランダも結構もう事前の情報でもお客さん結構いるっていうのは聞いていて、俺もねソールドアウトだっていう話は聞いてた、うん、はい、ほぼもうソールドアウトっていうところで、うん、オランダもやっぱ初めてだったんですけど、まだドイツとも結構近いからなとかは考えていたんですけど、うん、オランダも最初から結構盛り上がりましたね。ねえ、はいはい、今回オランダ、ドイツ、ドイツ、ドイツ、パリ、ロンドンでしょ。そうです、ね、え、しかもラスト、3は、はい、国境をまたいであの乗り打ちで興行をやっていくっていう展開だったよね、はいはい、まあでも本当そのツアーの日程が、まあ、発表になり、メンバーのところにこういう日程ですって来た頃から浅見さんは随分ラスト3発乗り越えられるのかと、はい、いうことを随分心配されていて。そうですね、いましたよね。はい、それだけがもう心配でした、うん、最後が、うん、でもの、ちゃんとここにいるからさ、まあ、ここに生きてはいた。生きてはいる。でもなんか大変だった。大変でしたね、うん、寝れなかったからね。寝れなかったからね、うん、そのなんかやっぱちょっと休めたらよかったのかもしれないんですけど、うん、でフランスが本当に絶好調だったので、うん、もうバンド自体ももう本当に一気に固まって、あの今日最高だったねってみんなこう言えた感じだったんで、うん、そしたらあとラスト1本ロンドンじゃん。そうなんですよ、もう本当にもう明日頼むからっていう思いで、うん、あの海に一回沈み、それだから車でそれはだから彼からだろ、はい、彼からそのイギリスにこうドバ海峡を越え、はい、ね、て、うん、出てきたら、うん、なんかね、いなくなっちゃった、声がなくなって、ね、いきなりいなくなっちゃったんですよね。なんでだろうね、なんか、うん、やられたのかな、不思議だった、ね、どういう感じ。本当にフランスまで普通の声だったんですよ、うん、そうそう、普通に喋ってて、うん、で、あの何なんか電車みたいなの乗って、うん、でちょっと寝たんだよね、うん、そう、ちょっと寝たんですよ、うん、で、まあ、上出てきてイギリス着いたでなんて言ってたら、なんかもう おはようそんな感じ。もう本当になんか、あ、来ないっていう、自分の声がここにも来ないっていうのが、なるほど、
なっちゃって、ね、もう青ざめです、ね、青ざめ。あでもなんかそのロンドン公演ご覧になったね、はい、向こうのプレスの人がメール来て、はい、まあ、別に僕はだからそのどういうんだかあのレポートしろって言ったわけじゃないけどあのこういう感じだったと、うんうん、確かにその浅見さんの喉の調子若干悪いけど、はい、でもステージに立ったらあのぎっちり歌ってたから問題なかったよなんて、うん、ただ1曲目のクルセイド外したんだよね。そうですね、一応ちょっともう危ないなっていうのでう、ね、うん、まあ、悔しかったんですけど、まあ、それよりももうちょっとこう安定したやつで行こうっていう感じでしたね、うん、なんか他の曲も、うん、まあ、ちょっとこれは本当にこっちの話になっちゃうんですけど、いや全然なんか例えばすんごい高いとこいいところとかで、でもちょっとそのちょっとサンド下で歌うとか、ちょっとメロ変えるとか、なるほどな。いやそれはだってどのアーティストだってそういうことはあるんじゃない、うん、だってさ、うん、プレイ中に元気入れたらさ、うん、対応考えるじゃん、うん、一回切れたね。あれどこだっけ、どっかで切れた、マジ、はい、あどこだかな、どこだっけ、切れた、ね、切れたんですよ、たんですよ、まあ、そういうこともあるじゃん、うん、だってで私たちずっとねビールの話を、お客さんとビールの話をするっていう、うん、何がおすすめ、間を取ってる、はい、もうずっとちょうど本当曲の最後で、そうそうそう、しかも次が MC のところで切れたんで、うん、バツンつって、そうそう、なんで繋いだんだ、ちょっと、はい、それで繋いでもらって、なんか話してみて、まあやっぱりね、浅見さんは、はい、そのロックバンドのボーカリストって今回ねそのラブアイツ初めてなわけじゃない。そうですね、うん、やっぱりそういうそのロックバンドのボーカリストとしてツアーするっていうのは今回初めてだからね、本当にそういう意味での慣れというかさ、うん、声の使い方も含めてさ、うん、あれだし勉強になりましたね。なそうだね、そこが一番大事じゃない、うんうん、それでやっぱり、はい、こういう時のためにセットリストをどう組み立てていくかっていう、うん、本当にその変幻自在のね、うん、はい、うん、テクニックがちょっとリーダー頑張らなきゃいけない、うん、はい頑張りますそういうこともあるんで、さあそしてね、はい、いよいよですね今日はワールドプレミアでクロックワークイモータリティからの楽曲を紹介していくんですけども、はい、すごくねまず最初にね今回のアルバムがクロックワークイモータリティっていうタイトルなんだっていうことが、はい、漏れ伝わって私のところに来た時に、はい、クロックワークイモータリティっていうどういうアルバムになるんだろうなっていう、うん、想像、うん、ま、こういうアルバムかなとか、うん、すごいこうなんかねイマジネーションは刺激されるんだけどもね、うんうん、これはバンドをみんなで決めたタイトルなんですか。そうですね、はい、うん、どういう意味を。もう結構今この時代みんな人間長生きになってきてたりとかして、はいはい、まあ、そのためにいろんな健康食品食べたりとか、うん、いろんな努力してると思うんですけど、あら、まあ、でも最終的に人間ってみんなやっぱり終わりがいつか訪れる、うん、生命に終わりが訪れるので、まあ、それまでに一体何をどんなこと残せるのかなみたいな、一瞬一瞬どうやって生きていくのが大事なんじゃないかなみたいなところをタイトルに込めてあります。すごいね、はい、ということはこのクロックワークイモータリティというアルバムタイトルが言わんとしていることが、はい、アルバムの、まあ、あの収録曲に映し出されているっていうことだと思うけども、はい、浅見さんは、はい、まあ、美穂以外の3曲以外、はい、全部作詞やってますけど、はい、今のそういう流れの中で作詞やってきたの、うん、タイトルは、うん、書きながら並行してこう考えて決めていた感じなんですけど、はい、まあ、歌詞の内容も私はこのアルバム全部を通して一つ一つがそのなんか人の人生を語って物語ってるなっていうものが結構ラインナップたくさんできたと思うので、だからそれにこう付随してそのタイトルも同じような意味合いを持たせることができたんじゃないかなと思っていますね。なるほどね、はいはい、うん、まあこれからね5日発売なんで間もなく皆さんの手元に新しいアルバム届くと思いますが、はい、本当にファーストアルバムアウェイクニングと同様にですね、うん、全10曲がこの並びじゃなきゃいけないっていう感じで収まってるね。はい、これそう思うよ。もうかなり考えたの、うん、今回もギリギリまでマスタリングの段階まで、うん、レコード会社の人いるからあまり大きな声で言っちゃいけない、うん、はいはい、俺の特に最初来たの、はいはい、そのマスタリング前の曲順だったんだ、はい、あー、そうなんだ、分かる、知らなかった、分かるでしょ、つまり、はいはい、そのマスタリング終わってから曲順変えたでしょ、はいはい、そうなんです、うん、そうなんです、なので、うん、俺その最初に聞いた時に、はい、この曲いいな、でもなんかタイトルとイメージ違うな、うん、みたいな、あ4曲目の曲だったんだ、ね、はい、はい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 、
そのなるほど、うん、なんかとえこれなのみたいな、うん、だあの今の正式に決まったあのタイトルね、4曲目エンプティーデイドリームだけど、はいはい、これがちゃんとプリントされてるから曲だけ違ってたんだよ、うん、あそういうこと、そういうこと、このままだけど曲が違うの、違かったんだ、中身だけ違ってた、曲目はもう正しいものだったんですね、これね、なるほど、それはね、なんか違いますよね、俺ちょっと雰囲気違うんだよ、確かに確かに全然違う、だからね、随分ね、はい、曲順っていうか、うんうん、ギリギリまで最強の曲順考えていたなってのは分かったのだから、そういうことでしょ、はい、もうやっぱりちょっと、もう最初は結構みんなで話し合って、うん、あこの順番だねっていうところ落ち着いたんですけど、マスタリング中ですかね、聞いていってやっぱこう聞き込むと違うかもって、うんうん、なってきて、うん、やっぱすごいベストなものを絶対残したかったんで、うんうん、もう一回吟味して、うん、まあ、アウェイクニングフロムアビスの時もそうだったんですけど、うん、やっぱ曲順かなり私たちこだわってるんで、うん、1枚をやっぱ全部通して聞いてもらいたい、ね、うん、絵のような感じだからね、そうなんですよね、うん、なので今回もかなり最後まで、まあ、変えてでも本当良かった、うん、よかったあいやもうこれしかないな、そうですね、うん、もう本当に分解してもう一回並べてみろって言ってもこうなるな、うん、多分ね、うん、そしてね今回のアルバムね、まず当然1曲目から聞くわけですけども、はい、よっぽどへそ曲がりじゃない限りはなんとねこれから聞いていただくんですけど、はい、アコースティックですよ、そうなんですね、宮子さん、はい、大変だったですよね大変でしたよね、12弦のアコギ弾きましたよ、マーチン12弦、それ12弦って結構使ったことあんの、いやいやいや、もう初めて触れました、初めて触れるってもう結構、しかも初めて触れてレコーディングするのかよみたいなねつまりでもさ、そのアコギアコースティック12弦使ったイントロダクションにしたかったわけでしょ、違うの、いやまあでも普通のアコギで入れてたんですけど、あのもっとなんか華やかなオープニングでまず始まるから、うん、こうもっと華やかな、だからもっと例えば普通のアコギを何本重ねてもよかったんですけど、やっぱそのあの12弦のあの独特なのキラキラした感じっていうのはもう、うん、あのギターしか出ないんで、そうだそうだ、12弦が面白いんじゃないかってことでちょっと弾いてみました、いやあのね本当にね、その12弦のキラキラ感出てるよ、ね、あんまりねアコースティック重ねると、うん、キラキラ感消えちゃうんだね、うん、そうですね、なんかそうなんですよ、ダビングすると、そうですね、うん、だからやっぱ12弦特有の、うん、そういうその特質を出したければもう一発で仕留めないと、そうですね、大変だった、大変でした、うぃならないみたいな、ね、ならない、まあアコギならないからね、エレキの人だからどうしても難しかったですね、そこはそうなんだよね、うん、だけどこれから聞いていただくアディクテッド、とてもあの意外な始まり方で、その今言ったアコースティックからね、うん、うん、これはあれですか、当然そのデモの時からこのアレンジだと、もちろんこのアレンジで、なんかでもライブのオープニングでメンバー一人一人出てきて、せーのドンバンって始まるイメージが想像できるね、そうですね、だからその始まりもきっと面白いし、うん、きっとなんかこのなんだろうアルバムが慣れてきたら、うん、例えばこうセットリストの真ん中ぐらいにこの曲を持っ いい、ね、こうアコギこう緑と一緒に弾いたりとか、もうなんかそういう、まあ、なんか何とでもできるなみたいな、何とでもできる、何とでもできる、12弦頑張んなきゃいけないじゃん、そう、はあ、弾かなきゃいけない言ってしまった、頑張んなきゃいけないじゃん、言っちゃった、確かに確かに、だってこれだってひょっとするとだってさ、コンサートの幕開けだと SE はレコードっていうかさ、レコーディングしたものから撮ってくるかもしれないけど、真ん中でやったら緑と2人できっと面白いと、生で ね、はい、と思います、はい、ということですが、あさみさん、はい、歌詞は一発目のアディクテッド、もう中毒ですよ、もうそのまんま中毒アディクテッドだからね、まあ、そりゃそうですね、でもなんかその1曲目には逆にこう印象的で良かったんじゃないかなって思うんですけど、このサビの、あ、まだ聞いてないんだっけ、ね、大丈夫だよ、今からこれから聞いてから、先に言っていいよサビでタンタンタンってこう3音が来るんですけど、はい、もうそこは本当にやっぱタイトルにしようってもう思ってたんで結構こだわりましたね、で内容もまあそういう中毒性のあるものの歌詞を書いてるんですけど、まあ人それぞれ特にこうハマってるものとか好きなものが違うと思うので、それをこう想像しながら聴いてもらえたらいいかなって思います、うん、はい、はい、さあそれでは5日発売クロックワークイモータリティ、まあ、今回のアルバムは、ニュークラブラストのサブレベルであるね、
ニュークリアブラストのサブレーブと契約したんだ、はい、これもすごい話じゃない。もうおったまげですよ。おったまげ、おったまげ、おったまげ、何久しぶりに聞いたおったまげ。何だそれ、わかり伝わりますよ。すごい衝撃、伝わるけどね。逆に120発伝わった、はい、いやなんかすごいよ、アレジンエンパイアとね、はい、契約したっていう。さあそれではワールドプレミアでその宮子さんが12弦、をプレイし、そして、ショーの1曲目になるかもしれない、俺は分かんないけど、その曲を、うん、じゃあ、宮子さんに紹介していただきましょう、はい、アディクテッド